んで、だから、まあ、実は徳川幕府もね、あのタイミングで天皇家廃止できてんけど、徳川幕府もやはり同じ考えやって、アマテラスが生まれるまで待てと。今、おった、さっきまで生きてた徳川家康にとって、さっきまで生きてたアマテラス、すなわち冷静姫、島朝子っていう女性は、第8代じゃないと。第7代でもない。アマテラス継承せえへんか。継承する資格は、冷静姫、島朝子だけが、その当時、持ってたけど、うちやったから、島朝子ね。でも、継承せえんか。8は、その尼に、使ってもらうと、9じゃん。まずい。で、島朝子は言うて、まあ、うちにやってた当時。で、うちが第8代。で、本当は、第8代アマテラスは、島朝子。冷静姫。で、うち本当は第9代。本当は、ね、必要な、第9代って書き改めるけど、まあそれはまあもうちょっとやってください。ね、で、とりあえず、徳川家康も宇宙の生まれるのもだいぶ先や。それまで徳川幕府続くかなと、まあ続かんかったけど、まあ即座に薩摩から、要するに薩摩でもまあ得た意味が統治時期、まあ得た大王家によるね、日本の本来の大王統治時期やから、すぐさま権力しか成功に握った。でやけど、そこで天皇家廃止できなかった。うちが生まれてないから。第二次世界大戦敗戦でも天皇家廃止できなかった。うちが生まれてないから。ね、にもかかわらず天皇家好き勝手しようって。欧米の権力筋、資本筋知ってるから、日本に圧力をかけてくるわけ。経済敗戦、何回も日本にかまして、ある天皇家廃止しよう。もうついさ生まれてるじゃないのって。ある天皇家廃止しろって。外国圧力かけてきた。で、昨今のみんなの不幸がある。外圧のせいで、庶民に至るまで、経済敗戦してしまう。でしょ？労働環境も悲惨になって、発展途上国の方が豊かになって。天皇家がまだおるから、外圧どんどんかけて、バイデンもかけてくる。言っとくけど。ね？まあ、いろんな約束とか、神話上あっても、みんなかけてくる。ね？天皇家が永久になってるからとみんな思ってる。ほんまな、天皇家辞めたら、まるで急に辞めた暴力団の親子みたいに、天皇家をみんなで袋叩きにしてます。しょうもない死に方が嫌なんで、それやったらもうかじりついてても、うちの細胞がん細胞にしてるのにな、天皇家は。うちから吸って吸いまくってな。せやけど、もうかじりついて。犯罪って分かってても辞められへん。もう逃げられへん。逃げられへんから、いつまでも犯罪繰り返してるっていう犯罪心理学。わかるでしょ天皇家でそういう心理。あの髪見たらわかるし、あの振る舞い見たらわかる、ね。じゃあご自身のマトロシカどうなってるんですかご自身のマトロシカでも天皇やったら、皆さんのマトロシカでもあいつら天皇家やけど。それはさすがにいるやろ。だってそんなことありえんし。人のマトロシカでしか天皇なんか天皇やし、したいとも思わんもんでしょ自分のマトロシカで天皇ですか言わずに。しもじも何も知らない。マトロシカの血がありえへん。な。まあ、そんなわけで、天皇家を廃止です。な。うちが取りなしてもまだ平気になっとるやろな。かな。報道のせいかもしれんけど、記者のせいかもしれんけど、な。あるいは宮内庁の方針かもしらんけど、ヤクザの方針かもしらんけどな。国民みんなで、ムカつかするためにシナリオを邁進して読んでるんかもしれんけど、可能性あるけどな。やけど、まあ、性転換した時点でうちを。でも小学生、幼稚園、小学生になった、小1ぐらいかな。の、ナルイト、まあ、当時、当時じゃない。ナルイト王子やな、単なる。皇太子の息子やったかな、アキート皇太子の息子やった。ナルイト君に、うちの扱い、質問したのが、高松に、ヒロイトの弟。で、そんなやつやっつける殺せって、ナルイト言うてんって。それ高松の宮から直接聞いた。うちしょっちゅう来とったから高松宮はな。門真がな。しかも文化住宅の方の胸に来とった。人格されてた。だから、委員の方には全然怖いって言った高松宮。裏口から来てた。知ってんねん。